来年の大阪・関西万博に出展するブラジルはきのうパビリオンのイメージを公開しましたコンセプトは私たちが存在する意味は何なのか内装にはゴミ袋などリサイクル素材が使われますブラジルは当初自前でパビリオンを建設するタイプ A での出展を予定していましたが時差などの影響で打ち合わせなどの工事準備が進まず 完成が開幕に間に合わない恐れがあるとして、博覧会協会がプレハブ工法で簡易な建物を建設して引き渡すタイプ X への変更を決めていました。これにより床面積が当初の三分の一の千平方メートルになとなりますが、出店費用は大幅に削減されるということです。建物は今年10月に博覧会協会から引き渡され。 その後、ブラジルが外装や内装の作業を進める予定です。